この動画を見れば見る見る髪が伸びる。チョキチョキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。髪を切ったけどなんか納得いかない。結婚式や大事なイベントの日までにはなんとか髪を伸ばしたい。皆さんもそういう経験ありませんか？なので今回は髪を最短最速で伸ばす方法を5つのポイントに分けて紹介していきます。髪を少しでも早く伸ばしたい方は最後まで必見です。皆さん、髪はそもそもどのくらいのペースで伸びるか知っていますか？髪の毛は1週間に2ミリ伸びると言われています。それだと少し遅いなぁと感じる方もいるかもしれませんが、今から紹介するポイントを押さえるだけで髪はもっと早く伸びてくれます。まず1つ目がヘアサイクルを整えるです。ヘアサイクルって何？初めて聞くんだけどっていう方もきっといるかなと思うので、きちんと説明していきますね。ヘアサイクルっていうのは毛周期とも呼ばれるんですけど、髪の生え変わりのサイクルのことです。髪の毛は4から6年ほどの期間を1サイクルとして、髪の毛が伸びる成長期、髪の毛の成長がストップする退行期、成長を終えた髪の毛が抜け落ちる休止期を繰り返しています。この中でも成長期がサイクルの8から9割占めていて、成長期にいかに髪の毛に栄養を送り成長させられるかで髪の毛の伸び具合が変わってくるんですが、これが生活習慣の乱れや栄養不足、ストレスなどによって乱れてしまう場合があります。そうすると成長期が短くなってしまい、髪の毛一本一本が伸びる期間が短いために全体的な髪の毛が伸びるのが遅くなってしまうんです。これを防ぐためには生活習慣や食生活を見直しつつ、ストレスを発散するといった対策が必要ですね。次に2つ目が頭皮の血行を促進するです。髪の毛って頭皮から生えてきますよね。土台となる頭皮環境が悪いままだと今生えてる髪の毛も伸びにくくなってしまうんです。髪の毛は根元の毛根で、頭皮の毛細血管から栄養を受け取ることで成長します。例えば木でいうと、根っこが土から栄養を受け取って葉っぱの方まで送り届けてるっていうイメージですね。これが毛細血管が細くなったり血行不良などによって髪の毛まで行き渡らなくなると、髪は十分に成長せず伸びが遅くなるどころか傷みやすく弱々しい悪い毛へと成長してしまいます。これを防ぐために頭皮環境を整える方法としては頭皮マッサージがあります。これは一番ダイレクトに外側から頭皮ケアをできる方法なので、すごくおすすめです。頭は心臓より高い位置にあるので血行が悪くなりがちです。頭皮マッサージで血行を促進することによって、髪の毛を伸ばしてくれる頭皮の細胞まできちんと血液が栄養素を運んでくれるので、毎日のお風呂でシャンプーがてら軽くでもいいので頭皮をマッサージしてあげるようにしましょう。次に3つ目が紫外線から頭皮や髪の毛を守るです。顔だったり腕だったりお肌を守るのは常識ですが、意外と頭を紫外線から守るっていうのは見落としがちですよね。日焼け止めクリームを直接頭皮で塗るわけにもいかないし、そこでおすすめなのが UV スプレーです。ドラッグストアでも売ってるの見かけるので、もちろん目にしたことがある方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、これをお出かけする前に髪だったり頭皮に一振りすることで紫外線から髪の毛や頭皮を守ってくれます。きちんと紫外線から守ってあげないと頭皮へのダメージはもちろん、髪の毛も切れ毛だったり枝毛が増える原因になりますので、お肌だけでなく髪の毛も頭皮も紫外線ケアしていきましょう。次に4つ目、頭皮に合ったシャンプーを選ぶです。髪の毛を早く伸ばすためには髪の毛に栄養を送り届けている頭皮の環境を整えてあげることが大切です。シャンプーは頭皮の汚れを落とし頭皮環境を整えてくれるものなのですが、シャンプーによってはメインに使われている洗浄成分が大きく異なっていて、どのシャンプーが自分に合っているか見直してみることをおすすめします。シャンプーには4つの分類があって、高級アルコール系、アミノ酸系、石鹸系、ベタイン系、この4つに分けられます。高級アルコール系のシャンプーは洗浄力が強いので、脂性肌の方やちょっとペタペタっとした髪の毛になりやすい方向け。アミノ酸系のシャンプーは優しい洗い上がりなので、頭皮が弱かったり頭皮に優しくしたい方向け。石鹸系のシャンプーは余分な成分が入っていないことが多く、普通の頭皮向け。ベタイン系のシャンプーはしっとりした洗い上がりなので、乾燥肌の方向けです。これは補足ですが、この4種類のシャンプーでも頭皮が荒れてしまう敏感肌の方はオーガニック系のシャンプーもおすすめです。それぞれシャンプーはシャンプーボトルの裏とかに書いてある成分表を見ることで見分けることができます。
こちらに主成分を出しておくので、ぜひ参考にしてください。はい、では最後5つ目のポイントです。5つ目は髪の毛の成長に必要な栄養素を摂るです。さっき髪の毛は頭皮から栄養を受け取ることで成長するってお伝えしたんですけど、そもそも食事によって成長に必要な栄養を摂っていなければ意味がありませんよね。髪の毛の成長に必要な栄養素は主に3つあります。それはタンパク質、亜鉛、ビタミン B6 です。タンパク質は髪だったり爪の主成分となります。亜鉛とビタミン B6 は頭皮環境を健康にし、髪の毛の成長を促進してくれます。まずタンパク質はお魚や魚介、乳製品などから摂取できます。亜鉛は牡蠣、わかめ、レバーなどに多く含まれています。ビタミン B6 はバナナやさつまいも、赤パプリカなどに多く含まれているので、ぜひ参考にしてみてください。もちろん今紹介した栄養素だけを摂取すれば早く伸びるっていうわけでもないし、日頃から栄養のバランスを心がけた食事をとることによって髪の毛は早く伸びやすくなるので、まずは普段の食事から意識してみてください。はい、以上が髪を早く伸ばす方法の紹介でした。いろいろとお話ししましたが、ポイントをまとめると、1、ヘアサイクルを整える、2、頭皮の血行を促進する、3、紫外線から頭皮や髪を守る、4、頭皮に合ったシャンプーを選ぶ、5、髪の毛の成長に必要な栄養素を摂る。この5つのポイントを意識するだけで髪の毛は本来のスピードより早く伸びてくれます。ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントもお待ちしております。そして謝るべ部屋チャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。